ルーズアクティブサイクルジャケット。去年のものと形とか形状が全く一緒なんですけど、結構ね、いいマイナーチェンジがあって、概要今日は説明したいと思います。はい、ご当地エナジードリンク、湘南ゴールドエナジーのプロデューサーの森谷です。こんにちは。今日のね、黄金体験チャンネルは、久しぶりにワークマンのレビューをしたいと思います。で、今日レビューしたいものはちょっとこれなんですけど、何かというと、だいぶね、10月に入ってめっきり涼しくなってきて、ランニング、登山、自転車とかいろんなね、スポーツがね、夏に比べてね、スポーツの秋ということで活発に楽しまれる方が、多くなってくるんじゃないかと思います。で、ワークマンもね、かなりね、8月の終わりぐらいから、秋冬モデルに力を入れてまして、私夏はあんまりワークマン行かないんですけど、ちょっとまた最近行き出してて、ちょっとね、一個気になるアイテムを見つけたんで購入しました。それがこの商品、ムーブアクティブサイクルジャケットです。名前の通り、自転車用のジャケットです。で、これ、2020年モデルなんですけど、実は昨年も販売してまして、でね、ワークマンって、比較的、やっぱ人気のラインナップってすぐ売り切れちゃって、でね、なかなかね、1シーズン1回しかね、お店に入ってこない商品が多くて、人気の商品売り切れちゃうと次のシーズンまで手に入んないんです。でただ、この、ムーブアクティブサイクルジャケットなんですけど、これね、人気の商品っていうよりも、これ、私が実は今着てるのは2019年版なんですけど、これね、私半額で買いました。で、私だけじゃなくて、いろいろネットでね、情報を見てたら、結構いろんな店舗で半額で販売されてたらしいんですよ。で、それはね、品質が悪いとかじゃなくてね、やっぱ登山とか、ランナーとかは結構今ね、ワークマンの商品を、あとキャンパーとかですね、使い出してるんですけど、まだね、自転車乗りさんがなかなかワークマンで商品買わない、自転車乗りさんね、結構やっぱりもう自分の好きなメーカーとかがあるんで、ワークマンで買ってないのかなと思って、それで売れ残っちゃってたのかなと思って、半額の区間に1500円で買いました。で、ただもちろん機能はワークマン素晴らしくて、これね、ランニングにも使えますし、結構ね、防寒性もあって、私に気に入ってるんですよ。で、去年半額になっちゃったから、今年はなんか自転車から撤退するのかなって思ってたら、なんとね、今年も販売していて、しかもね、パッと見、このサイクルジャージ、サイクルジャケット、去年のものと形とか形状が全く一緒なんですけど、結構ね、いいマイナーチェンジがあって、機能性もアップしてるんで、ついついね、ランニングにも使えますし、私最近自転車もあるんで、ついつい2着に購入してしまいます。で、これの、ちょっと昨年とのね、違いを今日は説明したいと思います。ムーブアクティブサイクルジャケットなんですけど、機能性はね、もちろんワークマンらしく抜群で、防風ミストで、で、背面にはベンチレーションとサイクルポケット、そのね、ずり上がり防止テープがあるんで、自転車の前傾姿勢をとっても、しっかりと、体にフィットします。で、後ろのね、この背中の部分がメッシュになっていて、これはね、実は昨年のもちゃんとなってるんですけど、ではどこがね、昨年と変わったかというと、で、昨年のものも、今年のモデルと同じように、背面はしっかりメッシュになっています。このね、ちゃんとこう、かがんだ時に風が入るような、こう、後ろがメッシュになってるんですけど、昨年との、今年の違いをちょっと説明しようということで、まずね、昨年のものも、脇が、脇から下がね、こう、メッシュになっておりまして、通気性がいいんですけど、今年のモデルは、さらにメッシュの領域が増えてます。去年のモデルだと、このね、もう脇から下の部分だけがメッシュなんですけど、今年のモデルはさらにこうね、脇部分とその上部分もメッシュになってて、さらに通気性が良くなってて快適なね、サイクリングが楽しめるようになっております。でさらになんですけど、去年のも今年のもさっき言ったように背面がこうやってね、メッシュになってるんですけど、今年のモデルはね、この胸部、胸の部分も、前方部分もメッシュになっていて、さらに自転車乗ってて通気性が良くなってます。しっかりね、防寒のね、暴風のね、機能もあるんですけど、やっぱり自転車乗ってるとかなりね、熱が上がってくるっていうことで、しっかり前からも空気取り入れられるようになってます。昨年のモデルは、前の部分はこのね、メッシュになってなくて、しっかりフィットされてるんで、暖かさは去年の方が上かもしれないんですけど、やっぱ自転車とかね、ランをするには、ちょっとね、やってると暑くなってくるんで、冬でも、今年の方がね、通気性が良くなっております。さらに去年も今年も、ここのね、後ろには、フードが収納されてるんで、なかなか自転車やる人はね、空気抵抗があるんで、フードはあれなんですけど、やっぱり急な雨にも安心となっております。
してさらにサイクルジャージで、まあ、自転車やる人は、この、ね、背中部分の下にね、あの自転車漕ぐときにも邪魔にならないようにここにね、ポケットがあって、サイクルジャージとかでもここに携帯電話や小銭入れを入れて走ると思うんですけど、ここもねマイナーチェンジされていて、去年のものは、サイドに2つのポケットで真ん中に細い2つのポケットがあって全部4つ分かれているのが、今年のモデルは、3つ分かれていて、あのよりね大きなものが入るようになってます。今年の方がねいろいろこのジャケット入るようになってますんで、まあね一概に昨年のものがダメっていうわけじゃないんですけど、今年の方が空気のね、あの通気性も良くなって後ろのポケットも大きくなったん で去年前そのね、あの半額になっちゃったんですけど、あんまり売れなくて、それがね結構改善されて、今年はね、今言ったようないろんなモデルチェンジもされて、またね、この商品ね去年半額になっちゃったんですけど結構話題になってたんです。なんでね今年も結構ねその去年手に入らなかった人たちが買いに行くと思うんで、さっきもね冒頭に言ったようにワークマンって一回ね作って仕入れて売れちゃうとまた次のシーズンまで入らないことが多いんで、まあこれね2900円でやっぱりワークマンらしくて安いんで、まあ、ランニングにも自転車にもまあ普段でもね使えると思うんで、ちょっと気になった方はワークマンのあのサイクルジャケットぜひ購入してみてください。はい、ということで今日はね久しぶりのワークマンレビューで、ワークマンムーブアクティブサイクルジャケットのご紹介でした。まあサイクリング以外にもあの空気性抵抗、空気の通気性も良くて、まあ、いろんなシーンに使えるこのジャケット、あの気になった方はぜひ購入してみてください。去年とのねいろんな違いもありますので、去年持ってる人もまたもう一着持っててもいいかもしれません。はい、それではチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。モリアは言いました、このデブの自分が走ることでデブに勇気を与えたいんだ、そして自分の言っている湘南ゴールドエナジーをもっと売る、もっと売るために私は走りたいんだと言っていました。森谷雄一。さあ前に出て一旦ラストスパートの瞬間を捉えたいと思います。さあ頑張れ。森谷が吠えました。さあラストラスト。さあ懸命のランニングが続きます。でこれ見ていただけると分かるんですけども、怪我をして、このプロジェクトを主に撮影中心に回ってる本田選手がすごいですね。このジンバといってあの手で持つえずくなって、マジで？え？嘘でしょ？